大丈夫ですか？うん。あんたは？私は林超雨、この大巨山の守護者です。この地は神気が充満しているため、妖獣がよく現れます。外の者が入ってこないように、仙人がここに結界を張ったのですが、二人はなぜここに来たんですか？私たちは仙人の知り合いだよ。あら。仙人って、仙影のことだよね。知り合いだよ。彼女の友達なんだ。友達ですか？それなら私についてきてください。あんたの剣術、委員長、聖影仙人とかなり似てる。それが彼女の剣法です。彼女が作った退去剣形の段階です。仙人の友人なのに、彼女が退去剣派の創始者だと知らないんですか？確かに委員長が言ってたけど、数百年も前のことだと思ってた。大巨剣派は500年の歴史があり、今でも続いています。ただ伝統武道が衰えてしまい、大巨派も時代に逆らい、大巨門下の者は妖魔退治を自らの責務とし、妙理を追わず、この時代お姉さんも大巨派ですか？そうです。私と大巨の話はかなり長いですよ。じゃあ教えてくれる？教えるですか？聖影は大巨研究を教えてくれたけど、すぐにいなくなっちゃって、その内容も十分なものじゃなかったの。今回大巨山に来たのは、ちゃんと勉強して力をコントロールできるようになりたいから。こうしましょう。私を信用してくれるのなら、まずあなたたちの話を聞かせてください。なるほど、師匠にそんなことがあったとは思いもしませんでした。それにまさかあなたが律者だとは。教えてもいいですが、その目的は果たせないと思います。師匠にも言われたと思いますが、退去剣気には五運があり、心、形、意、根、心に分類されます。彼女が剣心を教えたのは、あなたの体質が剣心の条件に合うからでしょう。剣意と剣根は今のあなたにとって役に立ちません。剣形なら教えても、もしくは大巨派の大巨心結でも教えられますが、それはあなたの実践能力を上げるだけで、根本を直す方法にはなりません。あなたが本当に必要なのは剣心です。あんたはその剣心ができるの？
でも私たちは誓いました。剣心を後世に残さないと。すみません、誓いを破ることはできません。他に方法はないのですか？あなたたちならあるかもしれません。あなたたちに会った時から気づいていましたが、あなたの持っているその羽はあなたたちのものですか？違う、大巨山で見つけたんだ。ブローニャたちは羽を持ってましたが、なくしてしまいました。はあ、あなたたちはその心境に入れますか？羽の中の意識に触れてすぐ弾かれちゃった。なるほど。この羽、状態はとても良好です。師匠が呪力を込めたため、剣心がないと解除できません。いいでしょうか？おいで。できれば入学の時に着替えたかったですね。はあ、いずれ慣れることですし、いいでしょう。今日の鍛錬をしましょう。まずは1000メートルのジョギング。おはよう。今日は新しい服だな。道場着はどうしたんだ？おはようございます、おじさん。練習した後は病院に行って、そのまま飛行機に乗りますから。ずいぶんと詰め込んだスケジュールだな。早く行きな。遅れたら大変だ。あれ？まだ行ってなかったんだ。その青海市とやらに行くんだろ？はい。今日8時発の切符を取りました。全然焦ってないんだな。さすが武道家だ。いや、はあ、前にしお父さんとこにも行くよな。邪魔して悪い。帰省した時にまた会おうな。ふわちゃん、今日のパウズと豆乳はいる？いえ、今日は病院に行った後、そのまま学校に行きます。そう、もう会えなくなるのね。学校でうまくいくといいね。成績は心配してないけど、誰かにいじめられるんじゃないかと思うと心配だよ。そんなことはありませんよ。まあ、武道場の娘だし、喧嘩なら負けないでしょうね。おーい、わーちゃん、まだ走ってたのか？今日から学校が始まるんだろ？初日から遅れたら悪い印象を与えてしまうぞ。ええ、
父さんが心配か？大丈夫、俺たちがちゃんと見とくから。お父さんには世話になったからな。今度は俺たちが世話する番だ。それにお前んちの道場を買って食堂を開きたいという旦那もいただろ。金には困らないさ。え、それは知りませんでした。その話は白紙になったからお父さんも言わなかったんだろう。まあこのご時世、武術よりもいろいろ勉強した方がいいと俺は思うぞ。それとも将来道場を継いで女師範になるつもりか？それでも構わないと思いますが。お前は親思いな娘だからな。でもちゃんと自分のことも考えておけよ。これからお父さんの面会か？はい。そうか。お父さんの怪我のことは心配するな。お前は学業に集中しとけ。お父さんのことは俺たちに任せろ。ありがとうございます。もう少しスピードを上げましょう。ギリギリなのは嫌ですし。私、簡単に練習しておきましょう。時間も十分ではないですし。ダメです。やり続けることが大事です。適当に済ませることはできません。今回はまあまあでしたね。そろそろ病院に行かないと。今日から学校なんだから来なくてもよかったのに。昨日出発したと思っていたが、間に合うか？間に合いますよ。ああ、さあ父さんに顔をよく見せてくれ。次にお前に会うのは半年後だな。ちゃんと体に気をつけるんだぞ。父さんは大したことはできないが、学校くらいは行かせてやれる。心配するな。勉強だけに集中してくれ。それと、武術の練習はやめておけ。変わったやつだと思われてしまう。父さんも入院した時、恥ずかしくて道場の話をできなかった。ふわ、時代は変わったんだ。将来のお前は会社員でも起業家でも政治家でも何でもいいんだ。道場だけはダメだ。それ以外は心配してないよ。ふわ、お前はいい子だ。ちゃんと体を大事にするんだぞ。それから友達もたくさん作れ。一人ぼっちにはなるなよ。はい、わかっています。ああ。そろそろ時間だ。早く空港に行くといい。証明書は持ってるよな？荷物は？大丈夫です。荷物も事前に送りました。ああ、ならいい。さあ、行け。体に気をつけてな。はい。行ってきます、父さん。父さんのことは心配ない。あと数日で退院できるぞ。お前は友達と一緒に過ごせ。用がなければ帰ってこなくてもいいんだ。往復するのは結構大変だろう。わかりました。私は一人で知らない町に行くんですね。
これ、委員長の記憶？ブローニャの知る委員長ではありませんでした。迷い、この記憶に入った時窒息するような迷い、それから恐怖を感じた。まるで嵐に巻き込まれた蝶々。次の瞬間、自分がどうなるかもわからないみたいで。これ、本当に私たちの知ってる委員長なの？委員長はいつもしっかりしてて、揺るぎのない、周りを安心させてくれる存在だった。でもさっきの女の子は、もしかしたら委員長がセイフレイヤーに来る直前の姿でしょうか？ううん、委員長はセイフレイヤーに入る前から長いこと生きてるし、なんだか時代が一致してない気がする。わからないよ、同じ顔してるのに。あんな委員長見たことがない。あれがセイエイですよ。え？今あなたたちが見たのは唯一神聖セイエイ、彼女が残した神印です。神印？師匠は不老不死ですから、その記憶は氾濫する海のように意識という大陸を侵食します。記憶の増加を抑え、意識の明晰を保つために、彼女は記憶を選別するしかありませんでした。分割された部分こそが、今あなたたちの見た真因です。どうですか？目当てのものはありましたか？ううん。まあ、そう落ち込まないでください。仙人は大巨山に長くいました。ここに残した神印は数えきれないほどあります。あなたたちが探す答えはその中にあるはずです。間違いありませんよ。そうだといいですね。私はここにいます。封印された羽を見つけたら持ってきてください。私が封印を解除してあげます。この山には様々なことがありました。一部の神印の呪力は衰弱し、一部はバラバラになっています。あなたたちが自力で解読できるものもあるでしょう。どうして私たちに協力してくれるの？あら、協力するのがそんなにおかしなことですか？では、協力ではなく、退去門派の弟子としての責任だと思ってください。